はい、こんにちは。今回なんですけれども、麻雀イベントがねスタートしたということで、早速ね遊んでいこうかなと思います。さあ、まずねこれ何やってるのかというと、ひまたぎをね実はやりまして、イベント前日に。でひまたぎをするとこのねレアなボックスから、まあ麻雀の苗が出てくるのかどうかっていうのをねまずは見ていきます。でこのね麻雀の苗っていうのは、このねキノコがついている、このキノコがついているレアなボックスからしか出てこないです。このもう一個ね、まあ普通サイズのボックスというものがあるんですけれども、そこからはね、まあ、麻雀の苗のね組は出てこないんで注意してください。あー、アイスキューブですね。はい、お次は、お、星に取れましたね。あ、キウイが出ましたね。来い。まあでも一定確率だからな、どうかな。あ、来た来た、来ましたね、よかった。あ、でもこれめんどくさい方のやつだねちゃんと歩かなきゃいけないといけないやつですね。あー、マジか。まあでも手に入っただけいいかな。あ、もう一個あんだ。さあラスト、こちらはどうでしょう。あ、また星には取れました。なんかやっぱそうだね、今回のイベントはそうだ、お仕事力バフがかかるピクミンが多いから、うん、スコアがやっぱ取りやすいわ。はい、ラスト、金の苗でお願い、頼む。金の苗、あー、やったー、あぶねー、何度か引きましたね、金の苗。よしよしよし。え、ちょっと待って、あ、やばいこれ。え、待って、え、あ、14分で終わるじゃん。これ入ろっか、これ入りましょう、入りましょう。で、お仕事力ちょっと見とくか。アイスが200台、211とか212とかなのに対し、麻雀の牌は65。あ、結構あれだね、そんなにめっちゃがっつり上がるわけじゃないんですね。本当に少しだけ上がるみたいな感じか。あ、なるほど、少し、あ、でもそう、少しってわけでもないか。他のピクミンよりは、あ、そう、ここにいる、お仕事力のその調整バフがかかってないピクミンが31で、それのに2倍ぐらいですかね。61、31、61って感じだから、2倍ぐらいのお仕事力アップです。バフ量としてはちょっと控えめですね。入りましょう。で、今回のイベントは、もう麻雀牌ピクミン欲しかったら、とにかく巨大なキノコに入った方がいいですね。まあ一応ね、普通サイズのキノコからも、まあね、レアなボックスって出ることがあるんですけど、巨大なキノコじゃないと、レアなボックス確定で引くことができないから、なるべく麻雀牌ね、揃えたい方だったら、うん、巨大なキノコに入ることをおすすめします。で、ちょっとやってなかったことが一個あって、こちらですね、ウィークリーチャレンジ。ウィークリーチャレンジをクリアすることでも、麻雀のね、苗を受け取ることができます。初チャレンジですね。で、歩きの方はね、おかわりチケット使いたいんだったら、3万の方をね、やっていきましょう。3万の方やってどんどん回していくみたいな感じで。でもまあ、麻雀の苗だからね、そんな、さあ、どんな見た目なんでしょうかみたいな、そういうなんか、あれはないんだけないから、まあ逆にもう、動画の序盤で引っこ抜いても問題ないか。引っこ抜きます、序盤で。ちょっと歩いていきます。それでは、抜いていきましょう。ただね、今回のイベントはね、復刻柄があるんですよね。復刻柄ちょっと来ないでほしいな。新規でお願いします。マンズの234と678が新規です。それ以外は全部復刻、頼む。あー、これは復刻の方ですね。吐く、うわ、マジか。で、ちょっと一個気になっていた麻雀ピクミンのお仕事力バフのかかり方を調べたいんだけれども、これは忙しいようですって書いてある。あ、これ全部か。あ、全部ピクミンももう出払ってる感じか。あ、あとそうだ、さっきもちゃんと表示されてましたね。今回のイベントに登場するピクミンだけでなく、前回のイベントで登場した、まあ、今回ね復刻をしなかったピクミンにもちゃんとお仕事力のバフがかかってますね。あ、だからか、だからちょっと控えめになってるんですね。まあ、僕みたいにもう30匹近く麻雀牌ピクミン持ってる人にとっては、これだけの数のピクミンのバフがかかってるっていうのはやっぱ大きいから、そうですね、まあ、バフ量としてはこれぐらいが適切なのかな。そう、過去のものにも全部バフがかかってるってのはちょっとびっくりしましたね。
で、新規の麻雀牌はどうなんですかね、お仕事力高くなったりするのかな、そこもちょっと気になるところで、麻雀牌なんですけれども、あのね、今回のねイベントね、結構ねこっちの方ねコンプリートするのが難しいんですよね。多分麻雀牌以外のアイスに関してはね、結構即時入手性があるというか、例えばまあイベントチャレンジをまあ進めていくと、まあ普通の今回の初実装のアイスピクミンが手に入ります。で、このキューブを集めるお題を進めていくと、昨年登場したクラシックのアイスデコピクミンが手に入ります。で、これどっちも即時性があるって言ったんですけれども、まあ本当にその通りで、集めようと思えばすぐに集められるんですよ。例えばまあキノコに入りまくってね、まあ、キノコに入りまくって一気にねアイスキューブをかき集めるとか、あとまあイベントチャレンジもそうですよ。まあ基本はキノコ依存だからね、キノコおかわりチケットをガンガン使って回していけば苗をね簡単にまあかき集めること自体はできます。ただこっちなんだけれどもね、基本ねこれ巨大だよりなんですよね。巨大なキノコもしくはウィークリーチャレンジだよりだから、あのすぐに苗が手に入らないというね問題点があります。巨大なキノコを待たなくちゃいけなかったり、そのねウィークリーチャレンジをクリアしなくちゃいけなかったりと、なんていうか、苗を手に入れるまでのそのプロセスがちょっとね他のアイスに比べて長いんですよね。そこがね結構難しいというか、だからね、まあ、どれぐらいのペースで進めていけばいいのかっていうのが個人的に難しくって、いやーどうなんだろう、巨大に無課金で、まあ何まあ、1日3回入ったとして、でちゃんと苗が1日に1個か2個出たとしても、いやーなかなかそれでもどれぐらい埋まるかどうかっていうのはやっぱ難しいんですよ。その復刻という存在があるおかげでね、正直どれぐらいのペースで進めればいいかな分かんないから、来週の巨大なキノコ出現日に関しては結構おかわりチケットねがっつり使っていこうかなとは、まあ、思ってます。で、おかわりチケットね、あの今回あの、まあ、ちょっと余談なんですけど、コミュニティでもあって、あの正直コミュニティではね、あの歩きだけやってね、花を咲かせることとか全くやってこなかったんですよ。っていうのもね、あの確実におかわりチケット大量に使うだろうから、エキス問題はまあ間違いなくそこで解決されるだろうと僕は思ってたから、まあ、しかも今回暑かったしね。だからあれですよ、このキノコ破壊されて今回その麻雀の金の苗出なかったら無糖がそこで終わりです終わりです、はい、あの死んでこう見せられずに終わるっていうね、ちょっとどうしようもないパターンで終わってしまうことになります。来るかな、星4取れないけど何の問題もありません。問題はここですよ、頼む金の苗お願い。そうですか、マジか。今週ですね、今週の土曜で、まあ、どれだけ巨大入れるかどうかかな。あ、待って、ギフトガールはちょっとギフト受け取ります。アメニャンさん、え、ありがとうございます。岩のコーンのやつです、ありがとうございます。で、やっぱねまだ季節的に暑いんでね、暑さに気をつけてね遊んでいきましょう。それじゃありがとうございました。